はい、それではショベルナイト実況続きやっていきたいと思います。前回こいつが出てきたのでちょっと接触してみたいと思います。ステージかな、ボスか。お、ボスだな。これはまた新たな出会い的な、結構怪しいなやつ出てきたな。この魔法は何だみたいな、何の魔法だって言ってるな。ほう、ふんふん、なるほど。なるほど、戦う理由がないじゃないかみたいなこと言ってるな。テストを受けるんだみたいなこと言ってるな。準備はいいか。よし、かかってこい。なんだその構えは。めちゃめちゃ怪しげな構え。おわ、なるほど、こう雷を集めて戦うタイプの。よっ、よし、なるほど、そういうこともできるのか。よっ、このパターン、このパターンなかなかいいよ。なかなかうまい、相当なうまさ。あ、これ次は変化のやつだな。もう見切ってしまった。なかなか楽しいやつだったな。テストに合格したのかな。ああ、なるほど。さらばだ、ショベルナイト。なんか影。お、マジ？こんなにいいの？ありがとう。2000円ももらってしまった。円なのかわかんないけど。なんだっけな。影から応援してるよみたいなことを言ってましたね。よーし。ちょっと、スキルをもらいに行こうかな。なんかショベルのね、スキルが、僕銀の鎧結構気に入ってるんでいいんですけど、これなんか1回で掘れるようなのかな。ちょっと買っておこう。なんか、掘り感が、掘れる感じがかなり強くなるみたいですね。これは、体力がマックスの時に衝撃が出るみたいなこと言ってますね。お！たまにしか出ないけど。鎧はまあ銀のままでいいかな。結構気に入ってるからな。まあまた何色がとかっていうリクエストがあったら変えます。はい、じゃあ今回はクロックワークタワー、ティンカーナイトのとこに行きましょう。おお、これはなんかちょっとロックマンのステージをかなり強烈に思い出すな。お、一回で掘れる。あ、待って。なるほどね。よ、なかなか楽しそうな。あー、でもこれ強いよな。あ、でもこれ下には行かないのか。あ、行ってる。なんだこの電気ネズミみたいな。よっ、よいしょ。おお、そうやって滑るのか。なるほどね。まあ結構ね、あのコメントとかで、あそこ見落としてないですかっていうのが結構あるんですけど、確認したらまあ大抵見落としてますね。うーわお。あ、もう体力マックスじゃないからもうあれないわ。あれね。あ、いたたたた。壊そうと思ったら。あ、これしかもこいつ、これ消えないのか、消えるかなと思ったけど。よーし。あ、それとちょっと違う魔法も使ってみようかなと思いますね。ちょっとこのカオススフィアでも使ってみようかな。あ、これかなり危険な、危険な。よしよし、いいよ。あ、お、の、よ、こうやってキラキラ光ってるとこは、これ多分ね、落ちるんじゃなくってこれなんですよ、釣りなんですよ、きっと。そう、あれ違うのかな。なんだ、なんで今の。怖くて取れなかった。よっ、お、なんだ、おお、
トロープルキンから何か贈り物があるって？あ、そういうことか。あの、これがいっぱいだから今ちょっと助けてあげられないけどって言われちゃった。これがいっぱいだったらな、あー、これ壊せないのか。それがあれが開いてたら多分助けてくれるんだな。多分あのキラキラしたところはそういうことだと思います。あ、しまった、右上これ完全に開く感じなのに、これ戻ったら歯車がこういい感じに来てくれないかな。あー、右上開くだろうな、あれ。ちょっとこれなんだ、これ下どうなってんだ。どうもなってないか。ん？これ下落ちていいのかな。あー、大丈夫。わーわーわー、このこいつ結構危ないな。これどうなってる。これは普通に乗っても大丈夫か。大丈夫だね。ふー、あー、最初からか。きついな、ちょっとやらかした。よし、せっかくだからここを壊して、あ、右上行けるんだ。なるほど。うわー、こらまた行くぜ。よいしょよいしょ、任せとけって帰りもか。よっよっよっ、よし、いいよ。オッケーで戻ってきてと。あのお金どうにか回収しないとな。こいつなかなか嫌な動きするやつだな。よし、いいよ。あともうちょっとでチェックポイントだから頑張ってよっ、あー、ここなんかこいつからダメージをよく食らってしまう。チェックポイント。あれ、これジャンプがな、ジャンプもしょぼくなるのか。なかなか難しいな、このため攻撃の方が。お肉、おお、なんだこいつ、何こいつ、危ない。あっ、食らってしまった自分が悲しい。あ、しかも4発も入れないと倒せないよっ。ああ、なかなか強いやつだな。うん、どっちだ、これ右があれか、おまけのルートか。うん、どうなってんだ。危ない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 。よし、バッチリか。わおよし、いいよ。で、楽譜取ってここ入ってって感じですね。え、しまった、まだこのカオススフィアを全く使ってないって。なんだこれ、あ、危ない危ない危ない。これ壊せる、壊せるね。ありがたい。うわあ、ここも割れるといいんだけどな。じゃないとここの帰りが大変になっちゃう。ここどうなったっけ。あ、うわすいません、大きな声出して。よし、こいつどういうやつだっけ。あ、2回攻撃してくるやつか。よっよっ、どうだこれ、ほらほらほら、ちょっと死んでくださいマジもうちょっと惜しみなく出すべきだったか。結構体力がきつくなってきたな。あのコメントでもあったんですけど、もちろんこの食事をしないのはちょっと若干自分への縛りというかあんまり体力多くなって簡単になりすぎてもあれだしなっていう、ちょっとたまに出るド M 感が出てますね。よいしょ、ここ下手くそなのかな、食らっちゃうな。よっよっ、ほらほら、これ多分あれの方がいいな、アンカーの方がいいな。こいつ狭いから下突きができないんだ。なるほど、よくか
ステージに支えられた強さね。え、これどうなってんだ。うまい、うまいけど、これなんか、お、新しい魔法で解決できるのか何か。うん、モバイルギア、どういうもんだこれ。ちょっと受けるのか。あ、何これどういうことかな、これ。どう、うん、え、これ、え、これ頼って大丈夫かな。すごい、え、何これ、すごすぎるんだけどあ、これさすがに意味ないか。やばいやばいやばいやば、死んじゃう死んじゃう、うわ、ちょっと待って、死んじゃう死んじゃう、あ、ちょっと待って、たまたま、待って待って、無理だ無理だ無理だ、適当にやらないとちょっと待って、チェックポイントか、お肉を、あ、お肉ある、お肉あるぞ、待つんだ、焦るな焦るな、あ、よかった、危ない、これタイミング難しいな、タイミング難しくない、今か。なかなか大変なステージが増えてきたな、本当に。うん、奇跡今の見た、今の奇跡感すごかったけど、ん、これどうなってんだ、これ普通にジャンプしていい、 OK、 あれ、これ上どうなって、え、なんだこれ、あ、ジャンプしてる間乗れる、なるほど、こういうことか。よいしょ、これもあれでいけばいいのか、これか、じゃん、よっ、よいしょ、うーん、なるほど、しまったどこで死んでんだよっていう。お金回収、よし、 OK、 やり直しは容易だぞ。で、こっち行ってと、お、なんだ、あ、動くのか全部が、よし、 OK、ちょうだいちょうだい、あ、やばい、挟まれる、あー、こいつどうなってんだ、なんか上行かないといけない気がするな、そうでもない、やばい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 、あ、ちょっと待って、いや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 、UO 下突きしてくる、無視していい、無視していいか、もう無視していい、ごめんごめんごめん、スルーだわ、ちょっと下なんかあんのかな、もしかして右下、あー、倒せないわあれは、よいしょ、まあ、チェックポイント通ったから挑戦してみようかな、こいつ超やるやつだな、うわー、これ、あ、200個もらえた、相当な手だれ、やべえな HP が、これもうこれちょっと使いながらいくか、よし OK、 あ、お肉ありがたー、多分こういうとこでこういうのとか使うといいんですよ、ほら、おや、よいしょ、よーし、パーフェクトゲームお、下行くか、
あれなんか今火の玉打っちゃったけど、いけるよ。オッケー。ん？どうしろって？あ、いやこれ普通に行っていいのか。なるほど。よし。釣りしていいポイント結構多いな。オッケー。でも本当にあれが釣りしていいポイントなのかどうかは僕わかんないですけどね。勝手な仮説ですからね。よよよよよし。あー結構乗るの大変だな。これどこまでも届くから消えないからな。これそれが強いんですよね。よし、お金回収。これ結構あれだな、一本の動画に収めるの難しくなってきたかもな。結構ステージが長いですよね。楽しいんですけど。こいつ無視していいやつか。よっ、さらば。そういうパターンね。ついに来たか、この下から床がせり上がってくるやつ。なんちゃらするやつってもしかしてもう古いのかな。よいしょ。うわー、これ見落としなんかありそうだな。いや、やべやべ、見落としどころの話じゃない。ちょっと難しい。危なっ。お、これは早く掘れるやつ持っててよかったってやつだな。うん、よし、到着。ちょっとここ気になるな。よよ、なんもないか。あ、これ今落ちかけたな。なんだこれは。ここにお肉があってボス戦か。これで回るんだな。ん、えい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 。なんだこのシステムは。面白いけど。よし来い。ん、ちっちゃい。あー、なるほど。あ、これも友達なのか。リトルフレンド。お、これ見ろ、このちょっと面白いやつだなこいつ。あれ、これ完封勝利あるぞ。嘘でしょ。だよね。まさかだもんね。よし、このカオススフィアを使うときだ。でけえな。でけえぞこれは。どこが弱点だ。あの上か。あの上が弱点でいいの。ここが弱点なのか。あー、落ちちゃう。よし、よいしょ。 OK、 かなりプロい。あ、やばいやばいやばい、怒ってる。いった。あの上から出てるやつは難しい感じになってるじゃん。あ、ちょっと待って、さっきまでうまくいったのに。おー、むずい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 、死んじゃう死んじゃう。あー、ちょっと待って、これ使っていい？じゃん。あれ、これどうやって使うんだ。ちょっと待って、じゃじゃん。お、本当にヘルス全部回復してる。あー、せこいことしてごめん。ちょっと初めて使ったんだけど強いなこれ。トロープルキング様々ですね。ふぅ、勝てた。まあ、ティンカーナイト、
最初ちょっとびっくりしちゃったな。うん、今回も何もなしかな。食事した方がいいかもな、これ。ショッケー。はい。このギアのやつで、これがクリアできるようになるのかな。まあ、次これやったら、ここも行ってみようかな。はい、ということで、次回はプロペラーナイト行ってみたいと思います。はい、見てくれてありがとうございます。ではまた。